エバリー・ブラザースは、主に1950年代後半から1960年代前半に活躍した、ドン・エバリーとフィル・エバリーの兄弟によるデュオ。兄のアイザック・ドナルド・エバリーは、ケンタッキー州のブラウニーで生まれた。弟のフィリップ・エバリーは、イリノイ州シカゴで生まれた。1957年4月、ケイデンスから発表した、デビューシングル、バイ・バイ・ラブが、全米2位を記録。 以後、多くのヒット曲を生み出す。1960年にワーナーブラザースレコードに移籍。カントリーの伝統である、クロースハーモニーというスタイルでメロディーを奏でた。その美しいハーモニーはビートルズをはじめザ・ビーチ、ボーイズや、サイモンガーファンクルに多大な影響を与えた。1986年代、一回ロックの伝道の最初の10アーティストに選ばれた。ローリングストーンの選ぶ。 歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて第90位。偉大な100人のシンガーの中では唯一兄弟でランクインしている。また、ローリングストーンの選ぶ歴史上最も偉大な100組のアーティストにおいて第33位にランクインしている。ケーデンス時代、ワーナーブラザースレコード時代。ありがとうございます。